今回は藤枝にある和食レストラン天狗に行ってきました。昔は静岡市にも天狗があって、こちらにはお気に入りのメニューがあってよく来店しましたね。そしていろいろな和食のメニューが揃ってますね。そしてお気に入りのメニューってのはこのサイコロステーキセットですね。税込み1000円以下でステーキ定食を食べられるのが魅力です。今回は久しぶりなので奮発してグレードアップの彩り膳を注文してみました。そしてこちらがサイコロステーキ彩り膳ですね。醤油ダレが効いて塩辛いんですけど、大根おろしが効いてさっぱりしてるオーストリア産の牛ハラミステーキがメインで、彩り膳にはご飯、味噌汁、サラダ、小鉢、茶碗蒸しがついてきます。ご飯の方は白米、五穀米から選べます。それではいただきます。このサラダがついてるっていうのがこちらの彩り膳はいいですね。そして大根おろしをちょろっと乗せてステーキの方ですね。これうまいんですよね。結構しょっぱいんですけど、大根おろしがついてるんでさっぱり食べられますね。リーズナブルな値段と量でステーキが食べれるお店って意外に少ないんで、静岡にあった頃はよく食べてました。肉の量はそんなにないんですけど、ハラミ肉で噛み応えがあるんで、これがまた満足感があるんですよね。結構久しぶりですけど、相変わらずの味とクオリティで安心しましたね。最後に茶碗蒸しをいただいてフィニッシュです。美味しかったですね。食後は最寄りの大井神社で参拝をして帰路に着きました。こちらは日本三大奇祭の島田大祭が行われる由緒ある神社になってます。本日もお食事いただきました。ご視聴ありがとうございます。